ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は EV シフトの展開についてお話ししていきたいと思います。昨今カーボンニュートラルの達成を掲げてヨーロッパや中国を中心として内燃機関車から電気自動車である EV にシフトする動きが活発になってきています。それに対してトヨタをはじめとした日本の多くのメーカーは電池材料の資源問題やリサイクル問題、 EV バッテリーによる環境汚染問題や、まだまだ世界では化石燃料による発電が多いことから EV だけではなく水素や合成燃料、ハイブリッドなど様々なアプローチで脱炭素を目指すべきであるというスタンスを取っているわけです。実際環境車という括りで見れば日本は非常に進んでいるわけですが、その一方で EV という一つのパワートレインに限れば欧米や中国と比べて出遅れてしまったと言われています。確かに短期的な視点で見ていくとそれは事実と言わざるを得ないところですが、実は日本は長期的に見たときに EV でも必ず欧米や中国に勝てるであろうという他国にはない圧倒的な自力を備えているんです。実は日本は EV の覇権を握るために必要不可欠な基礎分野関連の特許を独占しているんです。今回はこの日本の圧倒的な技術力と開発力について見ていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話や EV などといった次世代産業におけるお話などをお届けしています。日本を応援したいという方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。そもそも昨今話題となっている EV シフトは主にヨーロッパと中国それぞれの思惑が合致したことで発生した流れとなっています。まずヨーロッパの思惑についてお話ししましょう。自動車業界においてトヨタが初代プリウスにてハイブリッド車を世に送り出したことをきっかけに、トヨタイコール環境に優しい次世代自動車メーカーという強烈な印象が世界に広がっていくこととなりました。このままではトヨタにシェアを奪われてしまうと考えたヨーロッパはクリーンディーゼルという技術でトヨタのハイブリッド車に対抗しようとしました。クリーンディーゼルとはこれまでのものより排出ガスに含まれている窒素酸化物などを低減したディーゼル自動車のことなんです。ディーゼルエンジンは排気ガスが黒くて環境に悪く音がうるさいというイメージが浸透していましたが、クリーンディーゼルという技術によって環境に優しいエンジンへと変化したわけです。しかし2015年9月18日に衝撃の発表がありました。アメリカの環境保護局 EPA がフォルクスワーゲンが排ガス検査時に不正を行っていたと発表したんです。これによりヨーロッパのクリーンディーゼルへの信頼は地に落ちてしまい、長年クリーンディーゼルを中心に展開していたヨーロッパのメーカーはハイブリッド技術に関してはもはやトヨタに手が届くはずもないところまで引き離されていたため、世界のシェアはトヨタが独占するのではないか、そんな危機感がヨーロッパに広がっていきました。そこでヨーロッパが目をつけたのが EV でした。 EV シフトという目標を立てて内燃機関車を禁止する、そんなルールを作ってしまえばトヨタをはじめとした日本車の展開を阻止できる、いわゆる日本車潰しを企てたわけですね。これがヨーロッパの思惑となります。一方中国は中国で別の思惑がありました。中国では内燃機関車において世界に誇れるメーカーは一切存在しませんでした。なぜならあまりにも緻密な技術が求められるエンジンを作り出すことができなかったんです。しかし EV であれば走らせるだけであればバッテリーとモーターで駆動するので技術や実績のないメーカーでも作れてしまいます。もちろんソフトウェアの面での競争などはありますが、環境汚染に配慮せずにガンガンレアアースを採掘でき、品質や安全性に他の国々ほど配慮しないためバッテリーも EV もどんどん大量生産できるわけです。もちろん労働人口の多さも強みでした。この EV シフトによって中国は自動車産業で初めて世界と勝負できるチャンスを得たというわけです。これが中国の思惑というわけですね。特に EV 先進国と
と言われる中国の台頭は凄まじいもので、日本の出遅れが危機的なものであるとする一部メディアの報道もありますが、今回はこの日本の EV について明るい未来をお届けします。先日このような報道がありました。 EV の充電や電池交換の特許で中国の勢いが強まっており、2010年から2022年までの中国企業の累計出願数を集計したところ、2位の日本企業の 1.5 倍に達したそうで、日本はまずい状況なのではないか、そんな報道でした。中国の特許出願数は 41,011件で、日本は 26,962件、3位のドイツは 16,340件ということでした。2015年までは日本、ドイツ、アメリカの特許出願数が中国よりも多かったということなんですが、2013年に中国が EV や PHEV 向けの補助金を本格化させたのをきっかけとして、充電関連の特許の出願数が一気に増えたそうなんです。こうして見ると中国の技術は確かに脅威ですが、その中身を見ていくとそうでもないんです。まず中国の特許の内訳を見ていきましょう。中国では急速充電に関する特許が全体の 17%、 電池交換関連が 10% となっています。これらは確かに EV の付加価値となる部分ですが、 EV としての根幹技術につながる部分とは異なります。むしろ急速充電速度こそが EV の性能において最も重要なものであると発信し続けるメディアやインフルエンサーが多数いらっしゃいますが、中国のこうした特許はあくまで充電速度、いわゆるカタログスペックを重視した特許となります。充電速度を上げれば上げるほどバッテリーへの負荷がかかり、バッテリー寿命やバッテリー発火などのリスクにつながるにもかかわらず、そうしたことを度外視して充電速度で勝負するというやり方がこれから先も世界で評価されていくとは言えません。こうした特許の偏りは韓国にも見られます。さらに中国の論文に関してはもう一つ注意すべき点があります。そもそも中国の論文は信用度が低いということです。中国で出されるうぞうむぞうの論文の中には捏造されたデータを用いた論文が大変多いんです。中国では論文工場が研究を捏造するケースが多く、世界中の学術出版社は不正の急増に困惑しており、学会は対応に迫られているというものです。私も仕事柄論文を書かれる方々とお話しする機会があるんですが、こうした話は実際耳にしますね。生物医学の専門出版社スパンディドスのジョン・チェセブロ氏は不正検知の担当者なんですが、4月23日に公開された記事によると、彼は科学研究を捏造して報酬を得る論文工場の手口にうんざりするほど慣れているそうで、詳細は省きますが、手の込んだ偽造データもあれば画像をコピーして回転させただけのものもあるそうです。こうしたことが横行しているのは先進国としていかがなものかとも思いますね。こうした出任せの論文や実用性が極めて低く、中身の伴っていない特許は非常に多いようです。一方で日本企業は電力変換回路などといった EV の製造に欠かせない基礎となる特許を多く持っているんです。基礎となる部分ですので、たくさんの特許を出していくというよりも EV を作る上で避けては通れないものをしっかりと抑えていくというやり方ですね。こうしたコアとなる部分では日本に勝てないので、中国や韓国ではいくらでも数を打てるその周辺の特許を出していっているというわけです。それにもかかわらず日本が2位につけているというのはとてもすごいことだとよくわかりますね。しかもトヨタは EV に関して強烈なブレイクスルーを起こすと言われている全固体電池の開発でも大きくリードしているんです。2022年7月7日、日経新聞が特許分析会社と協力して2000年から2022年3月末までの10カ国および地域が世界知的所有権機関 WIPO などに出願された全固体電池の特許出願を分析して調査レポートを公表しました。それによるとトヨタが1331件の特許数で1位、パナソニックが445件で2位、出光興産が272件で3位と日本企業が上位3位を占めていたんです。全体的には日本企業がトップ
ップ10のうち6社を占めており、その開発力の高さがうかがえます。全固体電池とは、従来のリチウムイオン電池で使用されていた液体電解質を固体電解質に変えたバッテリーのことです。これが実用化されれば、今までとは比較にならないほどの安全性と高エネルギー密度、高温低温耐性、超急速充電、長寿命、これらが現実のものとなるということです。ちなみに中国では半固体電池というものがありますが、あれは全固体電池とは全く別物です。それを全固体電池であるかのように誤解する固体電池という表現でアピールしていたりもしますが、このあたりは細かく話し出すと長くなりますので、またの機会にしたいと思います。また全固体電池に関しましても、先に開発すればいいというわけではありません。使用する素材によって性能は変わりますし、バッテリーとしての品質の粗さ自体は中国や韓国はまだまだ日本に及ぶところではありません。日本では各社が全固体電池開発を日々進めており、当チャンネルでも定期的に新しい発見や課題を解消した際に情報をお届けしていますので、しっかりと応援していくためにも引き続き追いかけていきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルでは、ここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。